バリューチェーンを作ることがいいのかどうかって私分からなくなっちゃって、観光客を誘致するための未来を作ったりとかですね、システムが出来上がってる中でブランドして人がとりあえずまず来る、知ってもらうっていうだけで、顧客、先、今回の支援事業で言えばそこは多分全部クリアしてるでしょ。普段ステークホルダーは企業に対して何を提供をしてますかね。企業から株主は配当という形で対価を対価を、ね、それではじゃあ利息ですね。企業からは利息をこう愛してるでしょ、サプライチェーンみたいなのを、地域は保険してるので、サプライチェーンは、この地域というのはですね、実はこういったまず一つが相互関係して周りの人あのイメージが形成されてたら、そのブランドを地域の文化っていうものは機能を強制できるようになるので、それを実際に実行していくとか何かしていくっていうのが制度なのかなと思って、システムじゃなくて、つまりなんかこの伝統とかというのも、あるいは歴史ブランドみたいなもので、でこれは皆さんよく知ってます。しかしそれをちゃんとそれに沿った思考をどうできてますか、ね、それを守っていきますか、あるいはそれを育んでいきますか。ぐらいの抵抗が強いと、これを本当にやっていいんだろうかとかですね、そういったところも視点が倫理観に頼られている。今マーケティングとかでもですね、よく議論されているのはこの地域ブランドって意外と拡張性だけど戦略の自由度、中にも戦略自由度を高めていく、自社だけではできないようなことが意外とできたりするというようなことで今注目をされています。これまたちょっと後で午後からもやっていきますけども、この大和川の話で言えば、どうもこの川下の部分はこれ拡大していけそうとか、大和川酒造店もそこ現地のそこだけしか知らなかったね、地元の人が利用するだけになりますけど、これ